はい、どうもこんにちは、笠原です。坂井です。今日は老犬との暮らし方、お散歩編ということでお話をしていきたいと思います。これね、もう先日ライブ配信で視聴者の方からご要望がありまして、老犬についての特集をしてほしいということだったので、ちょっとね、3本立てで動画を撮っていこうと思いますで、今日はこの運動についてなんですけど、次回がお食事について、で最後こう身の回りというか、まあ、お家での生活なんかをテーマにお話をしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今日はね、この運動についてなんですけど、まずこの老犬という、まあ、定義というか、老犬って何歳からなのとか、どういう子が老犬なのっていうところなんですけど、小型犬、中大型犬とかで、まあ、若干変わってくるんだけど、大きな枠で言うと小型犬でだいたい8歳ぐらい、中大型犬で7歳ぐらい、そのくらいが高齢犬、シニア犬っていうイメージでいいと思います、これ人間で言うとどれぐらいなんですかね。まあ、だいたいだけど50歳ぐらいだと思ってくれればいいかな。あ、そうなんですか。50歳っていうと人間でもそんなにこう高齢っていうわけではなさそうな感じはするんですけど、見た目上どうですかって言われたら、そんなではないのよ。そうですよね、8歳の子ってまだまだ若い感じは僕も結構しますけどね。あの動きとかも全然変わりないんだけれど、あの実際衰えっていうのは、まあ、目に見えないところでね、出てきているので、そのくらいの時期からしっかりと対策はしていった方がいいと思います。老犬でも運動って必須だと思います、僕の個人的な意見としては、無理やりさせる必要はないのかなっていうふうには思っています。まあ、例えば無理やり引っ張ってお散歩に行くとか、まあ、ワンちゃんもう行きたくないって言ってるのに行かせるとかね、そういうことはしなくていいかなっていう気はしてます。ただ老犬でも運動しなければならない理由っていうのはあります。むしろあの老犬だからこそ必要っても言えるんだけど、あの特に12歳くらい過ぎてくると、もうワンちゃん本当に動かなくなる子が多いんですよ。1日お家にいてもずっと寝てるみたいな、やっぱりお客様からも言われるんですよね。うちの子もう最近動かないのよね、もうずっと寝てるわってよく言われるんですけど、やっぱりそのぐらいの高齢期になってくると、筋肉を維持するための運動ということは絶対必要だと思ってます、人間でも18歳とか20歳をピークにどんどん代謝が落ちていくって言われてるじゃないですか。ワンちゃんもやっぱり同じような感じなんですかね。その厳密に言うと多分人間よりも遅いんだろうっていう気はしてるんですけど、やっぱりそこは同じだと思います。老化っていうのはやっぱりそういったことになってくると思うんで、代謝を良くするために筋肉をつけるっていうことは、まあ、人間と同じようにワンちゃんも必要だと思います。これ僕なんか結構そうなんですけど、若い頃から食事量があんまり変わってないけど代謝落ちてるっていう、このパターンはやっぱりこう太っていく原因になると思うんですね。いやー、それ間違いないと思う。間違いないですよね。でこう太ると悪いことが起こるっていうのは皆さん多分、ね、よく分かってると思うんですね。そうじゃないパターンとして、こう食事量も落ちて、でかつ代謝も落ちるっていうのは、これってなんか どういう感じになってしまうんですか。どうなんだろう、悪循環っていうことになっちゃうと思うんですよね。結局食事量も減って代謝も落ちて、じゃあまた食事量も減って代謝も落ちてっていうことで、右肩下がりっていうの、そういうことになっちゃうと思うんで、やっぱりどこかのタイミングで代謝上げて、食事量は維持なのかもしれないけど、そういうふうな切り替えっていうのは必要なんじゃないかなっていう気はしますね。加齢による代謝の落ちよりもさらにもっと落ちるみたいな感じですよね、ってことになっちゃうと思います、最初に言ったように、8歳からもう老犬って言われるので結構幅が広いと思うんですね。こう12歳15歳の子もいれば8歳の子も老犬なので、そうだね。で、まあ、本当それぞれによって考え方って変わってくると思うし、本当にもう老犬の子12歳超えてとか15歳の子はやっぱり歩けないとかあると思うので、それぞれで、ね、あの対処法っていろいろ変わってはくると思うんですけど、例えば今のこの年齢からなるべくそのこう加齢による衰えをさせないために、こう具体的に気をつけた方がいいこととかってありますかね。やっぱり落ちていく代謝を維持するために脂肪をつけずに筋肉量を増やすっていうことが必要かな。だから老犬にも適度な食事と適度な運動、これは大事なことになります。
適度な食事っていうのは、うんうん、ドッグフードの量をしっかりと調節するとか、うんうん、まあ、ドッグフードの質をよりいいものに変えていくっていうところで改善はできると思うんですけど、この運動って1日に行くお散歩の回数、例えば3回とか4回とか回数を多くして1回の時間を減らした方がいいのか、それとも1日の回数を1回とかにして、その1回に行く時間を長くした方がいいのか、なんかそのあたりってなんかこうアドバイスみたいなのありますか？そうだね、基本的に体力自体は若干落ちてるはずなので、分けて運動してあげるっていうこと、お散歩をしてあげるっていうことが大事になってくると思います。今のはね、こう外でのお散歩の話だったので、うんうん、こうお散歩に行ける子はいいと思うんですけど、うんうん、行けない子とかもいると思いますし、うんうん、まあ、お散歩以外でお家の中でできる運動って何かあると思いますか？例えば、うん、ボール投げとか、あとはそのチークのおもちゃを使って一人遊び、うんうん、そういったのも十分な運動になるんじゃないかなというふうには思いますね。確かにこうチーク玩具とかって夢中になってね、うん、こう寝てる時間が逆にこう遊ぶ時間に変わるような感じですよね。そうそう、うん、チークおもちゃで遊んでる姿ってやけに可愛いよね。うん、可愛いですねそうそう、で、うんうん、ただね、やっぱり老犬になってくるんで、うんうん、運動のバランスみたいなものは飼い主様に調節してもらう必要はあると思うんですけど、うんうん、そういったことを繰り返していくことで代謝、筋肉の維持をしていく大事な要素かなと思います。うんうん、無理をさせない程度に、まあ、程よく、ね、うん、遊びとして刺激があるのがなんかポイントなのかなと思いますね。ああ、確かにその通りだと思いますね。本当にこうね、老犬の運動とかお散歩ってすごく難しいところもあるかなと思うんですけど、もう本当の老犬ってこうとぼとぼとぼって歩くような子いるじゃないですか。いますいます、うん、まあ、そういう子だとね、もう本当に飼い主さんがこう横についてゆっくりその子のお散歩に付き合うような感覚っていうか、うん、そうだね、うん、ワンちゃんに寄り添うような、うん、そうですね、スタンスというか、それは必要になってくるんじゃないかな。もう本当にでもそういうペースでいいのかなって思いますよね。うん、あとはね、こう目が見えない子用に最近ではね、ブラインドハーネスとかブラインドカラーとか盲目リングハーネスって言ったりするんですけど、まあ、そういった商品も出てるので、結構ね、盲目の目の見えないワンちゃんでもお外でしっかりお散歩ができるような商品もあったりはしますので。そっかそっか、ね、目見えない子でも当然運動はした方がいいもんね。うんうん、そうですね、目が見えないことと運動しなくていいっていうのは関係が全然ないですからね。確かに確かに、うんうん、そういうのもあるのでぜひ参考にしてみてください。今回はね、運動についてだったんですけど、次回は食事についてお伝えをしていきたいと思いますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあ、店長も僕も30過ぎて、うんうん、まあ、店長はもうすぐ40ですか。間もなくですね。そうですね、はい、なんかこう気をつけてることあります？いや、今まさにだからやっぱりその同じやって同じ 今の言ってることそのまま当てはまってくるから、もう全てがこう刺さってきてるね、うん、そうだね、そうですね、うん、そうだねって、筋肉 つけなきゃダメだよね、自分で言いながら自分に言い聞かせて、脂肪減らさないとダメだよね、はいはい、健康でいたいよねみたいな、うんうんうん、もう刺さってますいつまでも若々しい父でいられるように。そうだね、今ね、やっぱ子供も大きくなってきてね、うんうん、本当にちょっとやばいなっていう風に感じててちょっと今本当に本気で改造計画を、うんうん、実行したいなと思ってます。はい、もう毎週こう、はい、こう変わってくると思うんでね期待して見ていきましょう